ロイヤルフュージリアーズ連隊、ロイヤルフュージリアーズ連隊、英語、ロイヤルレジャミント・オブ・フュッセリアーズは1968年に編成されたイングランドの不評連帯であり、大型連帯と呼ばれるタイプの連帯である。大型連帯は、複数の1から2個代替編成の連帯を統合して、複数代替編成としたもので、イギリス陸軍において20世紀後半から、 編成されるようになった新しいタイプの連帯である。ロイヤル・フュージリアーズ連帯は現存する不評の大型連帯の中では、ロイヤル・アングリアン連帯に次いで古い。連帯番号は、元の連帯の番号をつなげて、第5、6、7、20不評とされる。1957年、当時三個あったイングランドのフュージリア連帯、ロイヤル・ノーサンバーランド・フュージリアーズ、第5と、 ロイヤル・フュージリアーズ第7及びランカシャー・フュージリアー第20を集めてフュージリア旅団が編成された。1963年ロイヤル・ウォリックシャー連隊第6が同旅団の参加に入りフュージリア連隊となった。1968年フュージリア旅団参加の4個のイングランド・フュージリア連隊が統合されてロイヤル・フュージリアーズ連隊が発足した。 九連隊は、帰化の第一から四大隊となり、国防義勇軍、TA 部隊として、第五大隊が編成された。第五大隊の、各中隊は、各正規大隊の母兵地域を担当していた。1971年、第四大隊廃止。伝統は、各大隊に分散して受け継がれた。1994年、第三大隊が第一、二大隊へ吸収。 第5大隊は一個中隊に縮小され、ミッドランド連隊へ転出。同連隊へ中隊となる。1994年、全陸軍の連隊及び、陛下軍団の軍楽隊が分離され、陸軍音楽学校を母隊として編成された、陸軍音楽軍団の下に編入された。ロイヤルフュージェリアーズ連隊軍楽隊もそこに、編入され、 クイーンズ師団参加の他の軍楽隊プリンセス・オブ・ウェールズ・ロイヤル連隊軍楽隊及びロイヤル・アングリアン連隊軍楽隊と統合れてクイーンズ師団民伝バンドザ・民伝バンド・オブ・ザ・クイーン S ・ディビジョンとなったクイーンズ師団民伝バンドの制服はロイヤル・フュージアーズ連隊軍楽隊のものが受け継ぎれている一方プリンセス・オブ・ウェールズ・ロイヤル連隊は国防義勇軍参加に 軍楽隊コヒマバンド、ザ・コヒマバンドを残している。2007年、第5大隊を再編成、連隊本部は、ロンドン島に置かれ、カーネル・イン・チーフは、ケント・コー、エドワード、名誉職の連隊長、は TJ ・ミンター准将、ブリガディア・ TJ ・ミンターを OBEDL が、務めている。兵地域は、歴史的経緯から、グレーター・ロンドン、ノーサンバーランド、 ウォリックシャー、ランカシャーウェストミッドランズとイングランド各地に点在する形になっている。参加の参加大隊は、2個の正規不評大隊がクイーンズ師団、予備役大隊が国防義勇軍の管理下に置かれている。各大隊機関の一部の中隊は、大隊の本拠地とは別のバーミンガムやランカシャーシューベリー、あるいはロンドンの連隊本部や、 第二大隊兵舎以外の場所にもに駐屯しており、ロンドン駐在の部隊は衛兵や議場任務も務める。不評連隊はローテーションでバッキンガム宮殿の衛兵任務を務めるが、ロイヤル・フュージリアーズ連隊は2008年からその順番が回ってきている。また、2009年には第一大隊がロンドン島の新任、コンスタブルへの栄誉礼を行った。 ロイヤル・フュージリアーズの元となった第5、6、7、20連隊は、いずれも、ジェームス2世の即位から、名誉革命によって退位させられるに至る時代に、設立された連隊であるが、その背景にはネーデルランと継承戦争が深く、関わっており、フュージリア、古い綴り、フースセリアと呼ばれる新しい兵種が生まれたのも、その頃である。 オランダ侵略戦争中の1674年、オラニエ校ウィレム3世、後のイングランド王ウィリアム3世率いるオランダ軍の下にイギリス人部隊であるイングリッシュ旅団、イングリッシュブリゲードが編成された。イングリッシュ旅団は4個連隊で構成され、内訳はイングランド2個連隊、スコットランドとアイルランドが各1個連隊であった。1685年、モンマス校、 ジェームズ・スコットが反乱を起こしたため、ジェームズ2世はオランダから、イングリッシュ旅団を呼び寄せ、トーマス・モンク、トーマス・モンク大佐とヘンリー・ベラシ、サー・ヘンリー・ベルシス大佐に命じてこの旅団を2個、不評連隊に再編成させた。編成された2個の連隊は、連隊長の名前からそれぞれトーマス・モンク、大佐不評連隊、カーネル・トーマス・モンク、S、デジャミント・オブフット、あとの、 第5連隊とサーヘンリー・ベラシス大佐不評連隊、カーニル・サーヘンリー・ベルシス、S、デジャミント・オブ・フット、あとの第6連隊と呼ばれた。両連隊は、反乱が終わるとすぐに、オランダへ戻った。1688年、議会との緊張が高まったことからジェームス2世は、トーマス・モンク連隊と、ベラシス連隊を呼び戻そうとしたが、両連隊はこれに応じず、11月5日のオラニエコー。 ウィリム三世のデボン海上陸に同行した。そしてこの日、同地において、リチャード・ペイトン卿サー・リチャード・ペイトンによって、ペイトン不評連隊、ペイトン、S、デジャミント・オブ・フット、後の第二十連隊が設立された。これらの連隊は1690年のボイン側の戦いでウィジンを飾っている。1751年、連隊に番号が割り振られた際は、 トーマス・モンク連隊に、第5、ベラシス連隊に、第6、ペートン連隊に、第20の番号が付与された。第6連隊は1832年、第5連隊は1935年にロイヤルの称号を受けている。17世紀の前半、ヨーロッパでフリントロック式の銃が開発された。フリントロック式マスケット銃は、フュージ、フーゼルと呼ばれ、これを装備した兵士は、 フュージリエ、フーザリアのフランス語読みと呼ばれた。フリントロック式銃は、従来のマッチロック式銃のように火のついた火縄や、火種を持ち歩く必要がないため、陰火性の物質が近くにあっても安全であり、即時に射撃できる状態のまま不側で背負うこともできるようになった。そのような理由から、後軍の際は大量の火薬を積んだ馬車を押し、敵が現れたら、即時に応戦する必要がある。 砲兵断裂の護衛兵は、フリントロック式銃を最初に配備された兵種の一つだった。フランスでは1671年に、砲兵断裂の護衛を任務とした、このエ F ユジリエ連隊が編成された。フリントロック式銃を優先配備されていた兵種としては、各不評連隊の中隊として編成され、敵団の投擲を任務とした、敵団兵があった。彼らも手を開けるために銃を背負い、 必要があれば背負った銃を迅速に構えるためることが要求されていた。敵弾兵は当時一般的だった広いツバがついた帽子、ハットでは敵弾を投げる際に間になるため独特の形状をした敵弾兵棒を、グレネディアキャップを着用していた。また、この帽子は背負った銃を取り出す際に追い皮が引っかからないという利点もある。イギリスでは1685年。 国王となった、ジェームス二世の命令により、ボード・オブ・オードナンスの長官であった、ダートマス卿、ジョージ・レックは、公平断裂を護衛する連隊を編成した。このオードナンス連隊、オードネンスレジメンはロイヤル・フュージリア連隊、ロイヤル・レジャミント・オブ・フーザリア、後の第七連隊と名付けられた。また同年、スコットランドのマー・ハクシャク連隊、ザ・アール・オブ・マー・エス・レジャミントが、 砲兵断裂後衛隊に改編され、スコッツフュージリアーズ、ザ・スコッツ・フー・セリアーズ、後の第21連隊となった。フュージリア連隊は、当時の一般的な戦列不評連隊には、必ずあった、パイク兵中隊と、多くの連隊に置かれていた、敵団兵中隊がなく、当時としては、最新式のフリントロック式銃を全員が装備してい。この頃のフュージリア兵は、 追いかで背負った銃を取り出す際邪魔にならないように、布製のキャップを着用していたが、やがて前述の敵弾兵庫を使用するようになる。1688年には、フュージリア連隊が、フリントロック式銃を装備する、不評連隊と位置づけられるようになった。またこの年には、後に、フュージリア連隊となる、ハーバート協連隊、ロードバー、エスレジャミント、 あとの第23連隊がウェールズで編成されている。この連隊の制服は当初オランダ軍と同じ青だった。18世紀に入る頃にはマッチロック式銃は使われなくなり、全軍にフリントロック式銃が行を当たるようになり、これらもマスケット銃と呼ばれるようになった。そして初期のフュージが同時期のマッチロック式銃に比べて小型軽量であったことから小型軽量の銃を フュージと呼ぶようになった。同じ頃、敵団も実戦では使われなくなり、敵団兵中隊は勇敢で体格が優れた兵士を集めた戦術上重要な局面に投入される精鋭部隊へと変化した。やがて、ヨーロッパ大陸の国々では、各連隊の精鋭中隊を集めた敵団兵連隊が編成されるようになったが、イギリスでは従来通り、 各連隊の精鋭中隊を敵弾兵中隊とし、連隊規模の精鋭部隊は、フュージリア連隊と呼ぶようになった。これは、初期のフュージリア連隊が最新式装備を優先的に配備されたエリート部隊とされていたためで、ある。そのようなわけで、フュージリア連隊の制服は、各連隊の敵弾兵中隊と共に、各時代における他のヨーロッパ諸国の敵弾兵の服装に準じて変遷していく。 一方、大陸では、フュージリアは、一般不評を意味するようになり、オーストリアやフランスでは、不評連隊の敵団兵中隊以外の中隊が、フュージリア中隊と呼ばれるようになった。プロイセンでは逆に、住民の体格が劣る地域の出身者で構成された連隊を、フュージリア連隊とした。プロイセンのフュージリア連隊では、兵士の小柄さが目立たないようにするために、小型の銃を持たせ、 背を高く見せるために、敵団兵坊を被らせていた。その後、警譜表を意味するようになった。1714年には、ハーバート教連隊、ロード・ハーバー、エス・レジャミントが、フュージリア兵連隊に改編され、ロイヤル・ウェルシュ・フュージリアーズ連隊、となった。これらのフュージリア連隊は、18世紀半ばに、各連隊へ番号が割り当てられた際には、 イングランドの連隊には第7、スコットランドの連隊には第21、ウェールズの連隊には第23が割り当てられている。右の写真ロイヤルノースブリティッシュフュージリアーズ第21連隊兵士。ロイヤルなので折り返しがロイヤルブルー、フュージリアーなので帽子や剣は敵弾兵式のものを着用。当時第5、6、20連隊はまだロイヤルにもフュージリアーにも。 なっていなかったので、一般不評の服装、装備だが、同年の、第5、6、20連隊の服装については統合された連隊の遠隔を参照。第7連隊はロイヤルフュージニアーズなので、第21連隊と同様の服装だった。ただし、この第21連隊は、スコットランドの連隊なので、傍傷は、死する勲章の成章だが、第7連隊は、イングランドの連隊なので、 ガーター勲章の聖章の中心に赤いバラを配したものだった。また、第21連隊が暴章に王冠をつけることを許されたのはこの後だが、第7連隊はこの頃すでに暴章の上に王冠をつけていた。19世紀に入ると、ヨーロッパ大陸諸国の敵弾兵連隊は名誉称号となっていたが、イギリスではこれに相当する名誉称号として功績のあった連隊に、 フュージリア連隊の名称を与えている。そして、フュージリア連隊は、服装だけでなく、1826年以降は、帽子章も、敵弾を模したものを使用するようになった。1827年に、第87連隊、1836年には、第5連隊が称号を与えられ、それぞれ、第87プリンスオブ、ウェールズ・オー・ノ・アイリッシュ・フュージリアーズと、第5、 ノーサンバーランドフュージリーズ連隊、ゴトンエイチ、ノーサンバーランドフースセリアーズレジャミントとなった。また、フュージリアー連隊は敵団兵中隊を置いていなかったが、1858年には他の不評連隊も一般中隊と敵団兵中隊の区別を廃した。1861年にインドで新設された4個の不評連隊は、創立当初から、 フュージリアーズ称号が与えられ、そのうち3個連隊には、ロイヤルの称号もついており、第101不評連隊、ロイヤルベンガルフュージリアーズ、第102不評連隊、ロイヤルマドラスフュージリアーズ、第103不評連隊、ロイヤルボンベイフュージリアーズ、第104不評連隊、ベンガルフュージリアーズと名付けられた。1881年には、 第20連隊が、ランカシャーフュージリアーズとなり、第27と108連隊は、統合に伴い、ロイヤル・イニスキリング・フュージリアーズとなった。また同年には、すでにフュージリア連隊だった第87連隊が、第89連隊と統合されて、プリンセス、ビクトリアーズ、アイリッシュ・フュージリアーズとなった。同様に、第101と104。 第102と103連隊も統合され、共にアイルランドの連隊に改編されて、ロイヤルマンスター・フュージリアーズ101、104及びロイヤルダブリン・フュージリアーズ102、103となった。しかし、アイルランドの独立に伴い1922年に両連隊は廃止された。1950年代今からイギリス陸軍では再編成が行われ、 連隊の統合も、んになり、1959年にロイヤルスコッツ、フュージリアーズ、第21連隊が、他の連隊と統合されて、ロイヤルハイランドユージリアーズ、となった。また、1963年、ロイヤルウォリックシャー連隊、第6連隊が、フュージリア旅団に組み入れられた。そして、これを機に、ロイヤルウォリックシャーフュージリアーズとなった。 そして、1964年からは、大型連隊の編成が始まり、前期、遠隔のように4個あった、イングランドのフュージリア連隊が統合されたのと同じ1968年、2個となっていた、アイルランドのフュージリア隊、ロイヤル・イニスキリング・フュージリアーズ、27、108と、プリンセス・ビクトリアーズ、87、89は、他の連隊と統合されてロイヤル・アイリッシュ・レンジャー。 となった同連隊は1992年、ロイヤルアイリッシュ連隊へ統合された。各一個連隊となっていた、スコットランド及び、ウェールズのフュージリア連隊は2006年に、大型連隊へ統合され、それぞれロイヤルウェルシュ、第一大隊とロイヤルスコットランドを連隊、第二大隊に行った。19世紀からフュージリアの清掃用の帽子として、使用されてきた。 敵団の帽子がついたベアスキンボーはクイーンズ師団民伝バンドに受け継がれている。1811年5月16日半島戦争アルブエラの戦いでは苦闘の末に第三不評連隊ザバフスが奪われた連隊旗を奪還した。ガリポリの戦いでは6個のビクトリア十字章が授与された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。